降りろ、クロエ。遅刻するぞ。うるせえな。まったく。おはよう、ブラックヘル。よう、クロエ。あ、エリオット。大変だったみたいだな。みんなその話で持ちきりだ。言わせとけ。何と言われようが昨日はマジで最高だったから。でさ、テンペストってブラックウェルの演劇家のやつなんだけど。ああ、うん。絶対つまんねえけど、そのよかったら明日一緒に行かないか？必要以上に学校に行くのは主義に反するけど、役者気取りのバカたちにヤジを飛ばすのは悪くないかも。だろ？僕も同じことを考えてた。じゃ、また科学で。ああ、じゃあな。ステフから DVD を受け取らなきゃ。まだ授業まで少しあるし。意外と面白そうかも。スキップ、仕事はどう？普通さ。ジャスティンの母親が優先スペースにベンツを止めててさ。へえ。どかせてやったぜ。昨日さ、工場でファイアウォークを見たんだ。工場に？え、ファイアウォーク？よかったよ。おお、すげえな。ああいうのも聞くのか。いいものは聞くさ。よく言った。俺バンドやってんだよ。え、マジで？ピスヘッドって言うんだ。大したことないけど、頑張ってデモテープをあちこちに送ってる。ピスヘッドね。聞いてみるか、俺らのデモテープ。ああ、いいよ。マジ？
すげえいいじゃん。ラジオで流れたら爆音で聞くね。だよな。ありがとう、クロエ。ナイスレスじゃん。最近どうよ。昨日さ、工場のパーティーに行ったんだ。ゲリラ的な感じの。マジかよ。噂によるとさ、あそこってかなりヤバいらしいじゃん。なんかいいとこが前に。はいはい、とにかく最高だった。あのさ、レイチェル・アンバーをどう思う？可愛くて、頭良くて、可愛いって感じ？前に勉強手伝ってくれたし、俺数学がマジボロボロでさ。だろうな。だろう？去年の秋に赤点食らっちまってさ。その後教えてくれたら次 C プラ取った。じゃあ、授業でまた。サマンサ・マイヤーズは目立たない子だ。あんたにも負けないよ、マックス。あ、クロエ。よう、サマンサ。何読んでんの？バージニアウルフなんか怖くない。去年ホイダ先生の授業で読んだな。え、課題なんかやるんだ。いつもはやんないけど、面白かったから。どこら辺が？お互いに嘘をつかないと人間関係は続かないってところ。それって冗談？ごめんね、頭の回転悪くて。私も性格悪いから大愛子だ。みんなそう言うけど、私は違うと思う。ごめん、誰もそんなこと言ってない。そういう意味じゃなくて。ったく。ハリープライス。クロエだ。ああ、やあね、冗談だってば。写真コンテストでヤングアーティスト賞を取ってから冗談も言わせてもらえないの？あ、そう。それにボルテックスクラブまで出てきてもう大騒ぎよ。あなただってその話聞いてるでしょ、レイチェル・アンバーから。え、レイチェルが何だって？だって二人で楽しそうにしてる自撮りがアップされてたじゃない。あのな、ビクトリア、ただの写真だ。でも SNS に上がってるってことは、つまりレイチェルと親友ってことでしょ？違うって。ねえねえ、どういう子なの？なんかハマってるものがあるとか？薬？ごめんなさい、気を悪くしないで。でもあなたといるってそういうことでしょ、ね？なんでそんなレイチェルに興味あるんだ？人気者だから、完璧な女って感じ？いや、気持ち焼いてんのか。なるほどな、わかった。こんな話してる場合じゃない。科学の課題は終わらないし、あなたは相変わらずだし。ごめんごめん、悪気はないんだ。
私課題終わってるから手伝おうか。え？あなたが？ああ最後の問題むずかったよな。確か答えはフッ素ウラン炭素カリウムウランだったような。合ってそう？素敵ありがとうカーリー。はいはい。ステフとマイキーならテーブルでゲームをしてるはず。さっき天の復讐者にポーションを使えばよかったかな。スキルチャレンジだからポーションは効かない。スキルチャレンジ？ TRPG の話。わかんないか。だいぶ昔の話だけどマックスって友達とやったことあるよ。え？そいつとは戦いたくないな。 DVD は？ブレードランナーディレクターズカットだね。ありがとう。5ドルだっけ？ただでいいよ。名作をちゃんと分かってるもん。だって夢のシーンが入ってるディレクターズカットをわざわざリクエストしてくれたしね。現実より夢、人生のモットーだ。いいね。ねえレイチェルもゲーマーなの？レイチェル・アンバー？なんで？昨日デートしてたでしょ。 あれもしかして違った？何を聞いたか知らないけどレイチェルとは何でもないよ。そうよかった。ステフが恋したか。クロエもさ一緒にやらない？今はそんな時間ないし。また今度な。このキャンペーンなら20分くらいで終わるよ。他にすることないでしょ。しょうがない、やるか。はい、キャラシート。エルフバーバリアンね。なんだ私今ディスられた？だってさ、エルフは細くて奇妙だろ。でもバーバリアンでもあるからすげえ怖い。クロエにぴったりってこと。ったく勘弁してくれよ。さて始めようか。二人はかつて栄華を誇るもブラックウェルの侵略者たちに滅ぼされたアバーノン王国の英雄。お互い侵略者の野営地を襲い、リーダーである無傷のドゥーガロンを探していた。満身創痍で最後の野営地に足を踏み入れるともう一人の英雄が現れた。杖を掲げて挨拶する。我はエラモン、第三の和の魔術師、タイベリウス王の右腕にしてアバーノンの守護者。自己紹介して。ああエルフバーバリアンで名前は。ありがとうねクロエ。うん、また冒険しようよ。そのうちな。楽しかったよオタクども。DVD よし、次は科学の授業。最悪。何すんだよ。何持ってんだスイッチ。
その名前で俺を呼ぶな。ドリュー・ノース、ザ・ノーキン。ネイサン・プレスコットは目をつけられたんだな。おいおい、マジでキモいな、プレスコット。勝手に見るな、返せ。お前がチームに入るなんて、負け犬のくせに。よそでやってくんない？喋れたのか。おっと、チームの面汚しがよ。親は一体いくらコーチに払ったんだ？学費を払えるようになってから言えよ。家が貧乏だと苦労するな。ああ、バカだな、姉さん。てめえの親父が造船所を潰したせいで、親父は職を失ったんだ。どの口が言いやがる。やめてあげてよ。そうだ、いいこと思いついたぞ、プレスコット。部活とこんな趣味は両立できねえだろう。このクソ野郎が。上等だ、やめて。ぶっ殺してやるよ二人とも。ねえクロエ、どうにかして。ぼーっとしてないで。こういうやつに遠慮は無用だ。徹底的に潰さないと。やめろよクズ。今俺に何て言った？おいおい、クズって言葉も知らねえの？大丈夫か？おい、まさかネイサン・プレスコットをかばうのか？弱い者いじめはやめとけよ。小せえ男だな。バカじゃねえのか？首を突っ込むんじゃねえ。お前みたいなバカにバカって言われる筋合いはないね。俺とやり合うつもりか？いやいや、あんたが姉さんとやりたがってんだろ。さっさと告っちまったらどうだ。笑いやがったな。そうよ、クロエに乾杯じゃない。黙ってろクソガキ。そっちが黙りなよ。いいぞサマンサ。運が良かったなプレスコット。女子二人に助けてもらって。変態写真を持ってけ。大丈夫？余計なことすんな、ほっとけ。んだよ。大丈夫？ありがとう。みんなプレスコットだからって彼を。大丈夫か？ああ、問題ない。よかった、来たんだ。